はい、それではね、勝負池行ってみましょうか。あら、全然変わってないね。豊富かな。石室が2基見れますからね。あら、見てないか、勝負池古墳。こう下降りたところは勝負池があるんですけど、下降りたところにね、こう山になってないけどね、木みんな来てしまってね。よしよし、上がってみよう。あれ、何もわからんがね。あ、こっちか。これで見ると現在地、石室、形分からへんねんな。初めての豊墳っていうので聞いてるけどね、分からんか。石室を見せてもらわなあかんな。あれ、見えないかね。引き戸開くの、どうやって開けんの。え、分からへんやんか。引き戸が開きますか言ったんだけど、開きまへんか。全く見えない。あの、ちゃんと見れるようにしときますからって聞いたんだけど、あのお姉さんよ。あれ、これか。いて、これどうすんのよ。こうか。うん、これはどっちや。こうか。あら、これは見られんわ。残念。見れるかね。見れますか。あれ、2機なかったっけ。1機しか見えんがない。1機は分かんない。もう1機はどこや。全然目視で分からない。真っ暗で。こうやっても見えんかね。一応見えるか、これか。これは見えんだけど、もう一機は見えへんのかね。分からんね。あらあら。残念でございました。その、それが邪魔だってんだよ、これが。この上の。横からは見られんかね。はいはい、せっかく、あ、割れてんのこれ。これもね、大きな石棺なんでね。どうなんでしょうかね。豊墳か。うん。残念やけど。よしよし。残念やけど、どこから見られへんのかね。あらあら、見られんか。前は横から見えたんだけどね。こう下見られん、覗かれへんの。覗かれんか。残念でございますか。見れるようにしますからっていう話もね、してあったんだけど、見れまへんがね。ダメだな。上から全部シート開けてるから。あ、全然あかん。シート開けてるから。これが、豊富。ちょっとわからんね、これでは。豊富ですけど、豊富豊富分からんね。どういけこう。どういうこと。ここは墳丘地だ。だいぶ下、上に下にね、石室だいぶ下になるんですな。残念、見られんか。残念でございます。次は 1機しかなかったの。これ2機っていうなんか記憶あったんだけどね、ちょっと間違ってたかね。こうやろ、これ丸山古墳、上山古墳やろ。
こう上がったとこやから、こうか左か、西なんでな、真西に。わからん、残念、わかりませんね、これでは。はい、ありがとうございました。衝撃が運でございました。石室が眺められるけどね、石棺1基しか見られんかったね。ちょっとよくわからんけど、2基中1基だったかな、ちゃうかな。はいはい、ありがとうございました。